迷惑です。迷惑です。何のつもりか知りませんが、人の心の中を土足で上がるような真似はやめてください。少しお聞きしてもよろしいでしょうか。あなたと私は過去何か特別な関係があったのでしょうか。何か恋愛関係などにあったのでしょうか。だとしたら勝手にそのことを忘れてしまった私に罪があるわけですから、あなたとそれらしく見えるような努力もしてみます。ならば私を放っておいてください。帰ってください。神崎所長、お見舞いに来てくださるのは嬉しいのですが、この世に特に変わりはありません。もう用はお済みになったのではないでしょうか。神崎所長、ありません。所長、いえ、何でもありませんでちゅ。でも、記憶喪失なんて、すぐに治るでちゅよ。所長はそんなことは。
務室に行くのでちゅか。医務室に向かう所長はとても苦しそうでちゅ。なぜそれが分かっていて、またここに来るのでしょうか。嫌です。早く用事を済ませて帰ってください。そうですか。いりません。はい、いりませんから、出て行ってください。心配なんてしていません。ただ、変な声でリンゴの皮を剥くのはやめていただけないでしょうか。非常に迷惑です。
できた？何がですか？そんなものはリンゴの皮むきとは言わないと思います。それはリンゴを削ってます。疑問でちゅか？そんなことはないでちゅよ。今の冬葉ちゃんが幸せなわけがないでちゅよ。ほら、そろそろ昼休みでちゅよ。冬葉ちゃんのところに行ってあげるでちゅ。横であれをやられると気が散りません。全部剥きました。気が済みましたら帰ってください。まだやる気なのですか？お貸しください。リンゴとナイフを貸してください。気が散ります。私が剥きます。
はい。いりません。早く食べて出て行ってください。迷惑だからです。減りません。減りません。減りません。です。減りません。なんでこんなことを続けるのですか？ならばこれは命令なのでしょうか？